皆さんこんにちは、無双系無実会です。先日、この東京の方にも、東京や横浜の方にも雪が降りまして、まだ雪がこちらも残っている状態です。でもだいぶ道路の雪は溶けたので、車の運転は、ね、はい、ね、なんとか一足っていう感じですね。そうですね、だいぶ溶けるの早かったですね。そうですね、はい、雪のように、はい、あのなんか心と、あと様子も なるべく雪のようにはしたいんですけど。そうですね、雪で困っちゃうんじゃなくて、その、はい、ま、雪の綺麗さを言ってるわけですけど、はい、また本体は水でしょうから、水となるとちょっとまたその話はまた違う時にまたしたいんですけど、はい、いずれにしても、まあ、中立というのか、なんていうんですかね、ものを生かして、またあれだ、違う機会にやっぱりするとして、はい、今日は着物の続きの、そうですね、2回目ですね、はい、この間途中で終わっちゃったんで、はい、で前回も申し上げたんですけど、着るものって、まあ、無視はできないんですよね、はい、まあ、あの我々はあんまり稽古着ってやんなくなっ着なくなってるんですけど、それにはどうも訳があるようなんですよ、はい、そしてですね、その訳っていうのはズバリと言いまして、はい、心に関係しているようなんですよ。心に、でこの我々がやってるのは潜在意識から反応が起こる、自動制御反応の起こる無双拳っていうのをやってるわけなんですけど、はい、その状態になるちょっと前ぐらいから着るものも変わってくるんですよね、黙っていても。これまた不思議なんですよ、はい、あ、そうですね、そうでしょう、はい、どなたを見てもみんなそうで、でこちらから言ったわけじゃないんですね、はい、こうこうこういうふうに、こういうふうにした方がいいですとか、こういうふうにしてくださいとかって言ってないんですけど、はい、決まってですね、稽古着じゃなくなるんですよ。稽古着は悪いって言ってるわけじゃなくて、そうですね、今言った通り、あの、はい、心の剣のできる直前ぐらいから変わってくるんですね。確かに そうだと思うんです、うん、でここでちょっと実際にそれを経験なさってきたね、はい、池部先生にも聞いてみたいと思うんですけど。そうですね、まあ今は稽古着だとつまらないなっていう感じになっていますけど、初めはやはりなんで稽古着じゃないんだろうっていうところから始まってですね、そうですね、まあ結局やってることは、あの繰り返しこのね、稽古を普通の、まあ型を練るとか反復運動するというものではなくてですね、一回一回がやはりその本番の気持ちのままやるので、どうしても稽古だと終わった後、まあ一杯やって帰るかみたいな雰囲気になっちゃうのでですね、はい、そうですね、いい汗かいてっていう、そうじゃなくてですね、もうこの、生死をかけてこの一度きりというですね、そういう思いになかなかなりにくいですよね。そうですね、まあそういう面からしてもやはり、まあ着るものもですね、やはりそれなりの覚悟を持って立つ、まあ、衣装というですね、そんな感じになってまいりますね、はい。園川さん自身も前回ちょっと話してもらったんだけど、はい、やっぱりそういう思いですかね。そうですね、特にあの袴が取れたあたりがかなりこうさなぎから蝶々にようやくなって殻を破ったような感じだったと思います。あれ、取れたのは今から3年ぐらい前ですかね。そうですね、3年くらい前ですね、そうすると1年か1年半ぐらいやられて、はい、それからって感じですかね。そうですね、その取れ
取った方がいいっていうのは誰も言ってなかったですよね。そうですね、あのまあおのずっと、はい、勇気を振り絞ったっていうと大げさに聞こえるかもしれないですけど、あでもかなりの思いで、いやあの外してみたっていうのは覚えてます。あの男性でもそうですからね、はい、頭を取っちゃっていいのかなとか、いや取らなくていいですよって言うんですけど、さっき言いましたようにね、心の件が進むとあれ今日つけてないんですねってことなんですね。あそうですね、マサオさんにも聞いてみますか、はい、どうぞ。最初思いありました、稽古にとかって。あ僕自身はそもそも何かこう剣道とか何か武術やってたわけじゃないので、本当に借りた黒い紋付きしか持ってなかったんで、なんで最初からなんだっけその着流しだったんですけど、なんかそのでも多分分かんないんですけど、稽古着で来るっていうことはきっとその剣道とかなんか武術になると思うんですけど、そのやる武術の稽古で稽古着を着るっていうことはなんかマトリョーシカみたいな稽古をするための稽古みたいな感じになっちゃうのかなって、要はその無双剣でいう本番の想定のものじゃなくなっちゃうから、なんかあまり着ない人が減ってる、着ない人が増えてるのかなみたいな、そうですね、っていう考えは。音楽で言えばリハーサルのつもりでリハーサルやっちゃうと本番もよちょっとそうですね、ちょっとえっていう感じになるってことですね。そうですね、コンサートでやっぱ部屋着で来る人とかあんまりあのそういう演出じゃなきゃいないと思うんですよ。つまり練習の時からもう本番の覚悟でやんないと、ちょっと本番の時にちょっとうーんってことになるぞって、ね、そうですね、練習だからいいやみたいなってなっちゃうとやっぱりどうしても。じゃあ実際でちょっと過信剣で やってみますかね。そうですね、じゃあやってみましょう、はい。